見るに耐えないなこのワールドは。もういやもうやばすぎないかこの拠点。一旦整地したくね。したいね。これはさすがの僕らも気になるレベルだね。もう氷をやめないかいうか。嘘でしょ。え、張り替えってこと？それとも移動？いやまあなんかまた氷にしてもさ爆発してまた水がボワーってなるから。確かに、はいはいはい、もう爆発前提になってるの。そう、なんか他のちょっとおしゃれな固めのブロックにした方がいいかなとか思ったりしたんだけど。これはこのプリズマリンレンガっていう海底神殿のやつ。絶妙なカラープリズマレンガか。そう。あ、磨かれた玄武岩とかどう？何色？黒。おお。でも黒い床はやっぱり気持ちが落ち込むよ。関係ある。なるほどね。いや色は結構大事だからな。健康の観点からいくと何色がいいの？健康の観点で言ったらあの目に優しいのは緑とかじゃない？あ、草ブロックだね。そしたらうわ、まあ、草ブロックだったら一瞬で手に入るけどね。はい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 。ちなみに僕はもうあのなんだっけ、シルクタッチも失ってるから一瞬で手に入らん。俺も、今誰ももうシルクタッチ持ってないんじゃないか。あ、終わった。終わったか。僕エリトロも失ってるからね。悲しすぎる。今回は修復会だな。頑張って直すか、うん、ぼちぼち。じゃあ葉っぱにしよう。葉っぱ、葉っぱにする。うん。いいよ葉っぱね。いいよ、燃えたら終わりだけど。そう。どこから着火したらね終わりなんだよな。その時考え。じゃあ葉っぱ取ってきます。オッケー。白樺植えとこ。また村人を一からやり直したりしなくちゃいけないからね。結構やること多いな。一応新村人上どうなってんだ。まあ食料は手に入るようになったんだよね前回。なんでだ。エメラルドでパンプキンパイっていう話だって。ああ、パンプキンパイか。そうだ。そう、でもエメラルドをゲットするためにそのヤシとかがいないのか。ヤシか、あるいは司書さんでもいいな。はいはいはい、エリトラを修繕に行こう。あ、クリ、テント。ちょっと、嘘。どこやった？嘘。今ね、どこやっぱかしら。違う、エリトラ修繕に行こうと思って、はい、あのネザーゲート入ったら、入って 0.3 秒後ぐらいに爆破された。待ち伏せされてたんだけど、おかしいでしょ絶対。ドッキリ。ドッキリ。ドッキリしねえよ。待って待って、ペリトラ無事か。待って、ワンチャンペリトラマグマダイブしてるぞこれ。まずいまずいまずい。ネザーはやばい。よしよしよし。あ、ペリトラ無事です。あぶねえ。よかったね。危なすぎ。通路の方に飛んでてよかった。テントがペリトラをまだ持ってるうちに、うん、新しいエリトラが欲しいな。あーなるほど。ちょ、それもありだな。葉っぱ俺それやるか。じゃあちょっとお願いしてもいいですか。新たなエリトラをじゃあ私は集めてくるので、ちょっとお二人で草をね、集めてもらって。そうするか。なるほど、ね、大変恐縮ですが、どんと任せてくれ僕に。大丈夫かな、それが最後のペリトラにならないかな。いや今回はさすがに運命を覆す。今回ばかりはね運命を覆すよ。もしかしてペンと長旅をするのかい。お、これからしようとは思っているよ。まだ準備中だけど。あんまり役に立たないけど、モットを持っていくかい。持っていこうかな。役に立たないのあれだけど。今回久しぶりに役に立たないかもしんない。久しぶりだっけ。ちなみに前回のモットを村人にあげて終わったからね。あ、そうだ。そうだ。ちょっと一通り整地が一通りっていうかできる範囲でやったんだけど、うん、ちょっと健康的にちょっと見てほしいんだ。うわー、なるほどね。これ健康的に健康にこれ視力 6.0 ぐらいになりそうですねこれ。健康にいいんだね。これは健康にいいんじゃないですかね。じゃあペントに、はい、送るぜ。こいつを持っていきな。せい、ゴッテーブル。なんだゴッドテーブル、神のテーブル。うん、なんだって。ちょっとお貸しいただきます。はいはい。
あれ、あ、これはえすごい、いろんな面が、そう、完全に完全にハリボテだけど、見た感じハリボテハリボテのテーブル。じゃあまあ、試しに右クリックしてみて。はい、せい、お、すげえ、クラフティングテーブル。あ、選べんだ。そう、いろいろ選べるんだ。選べる。いった、なんだ、なんで、ん、どうした、どうした、なんか、待って、助けて。え、ちょ、どこ行った。え、ちょ、痛い、痛い、痛い、上にいる。なんだ、なんだ、うわ、なんだ、飛んだ、危ねえ、死ぬ、危ねえ、死ぬ、飛んだ。え、ちょ、何、撃ってきた園長の荷物が。なんだ上に飛ばされたんだけど俺。待って、上空になんかない、上空に。え、待って、俺も飛ばされて、うん、うん、俺は落下した。園長をなんか壁に挟まったんだね。俺壁に挟まって死んだ。え、上に園長の荷物あるのかちょ一旦エリートで確認しよう。またゴミ持ってきちゃったかこれやばいんじゃないか。うわ、なんか、なんだこれは。なんだなんだ、ちょっと待ってて。あー、じゃあ上のやつにアクセスしてるんじゃないの。こういう風にピッて置いて。そうだわ、そういうこと、そういうこと。うん、でこれでチェストっていう風にいって、あー、あ、でもう一回下をクリックすると元に戻ってくるわ。へー、下をクリック、下の地上のやつってことか。そう、地上の赤いところをもう一回ピッて押すと戻ってくる。はい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 。でもなんか毎回半分ぐらいダメージを食らう厄介だな。このテーブルによってペンティが死ぬ恐れあるんじゃないか。いや、あるよマジで本当にこれ迂闊に使えないからもうここで十分使っていくわこれゴッドテーブルじゃなくてバッドテーブルだぜ何がうまいこと言ってんだじゃあそのゴッドテーブルを駆使して取ってきてくれ行ってくるか。うん、行ってくるぜ。うん、行ってらっしゃい。任せてくれ、必ず取って帰ってくる。行ってきます。じゃあ俺はずっと整地してるわ申し訳ねえ。同じく僕も整地だな。あとは村人を育てか。あ、それもありね。行くぜ、突撃。え、何もない、待って、真っ暗闇になっちゃった。え、暗闇。一回戻ろう。痛い。え、何待てちょっと待ってちょっと待って、これ、これおかチャレンジおかしいバグ事件が起きた事件起きた一部始終見せたいもん謎ペンティ早いよ、早すぎるよ。僕も思った今、早すぎるって。もうちょっと欲しかったなんかペリトラはペリトラ1分ぐらいでロスト終わった。そんなことある？終わった。これはどうしようもないね、これは。え、どうしようもない、今のマジどうしようもない。おお、やっぱフラグだったか、さっきの。完全にフラグになってしまった。今回は違うと思ったんだけどな。じゃあおとなしく設置するかちょっと葉っぱ集めてくるわじゃあ俺が取ってこようか。気をつけてね、園長。今日は魔物が住んでるぞ。本当に気をつけろ。今エンドには魔物がいるオッケー、それでは行ってくる。園長陣頼むぞ。頼んだ、園長。任せろ。2つ欲しいですできれば2つお願いします2つなのよ。なんか聖地ついでになんか1つ建造物作っておいてよ。おそれはそのモニュメント的なもの、それとも回路的なもの。まあどっちでもいいよ。はあはあはあ、どうしようか、タメキ君。あ、あの冷静に羊のやつ作ろうかな。あ、羊生成器。そう、あ、冷静すぎる。いいね、ぐるぐる回るやつ。あ、羊毛刈り取り機か。そう、それで今回は進化したということにしよう。そうしよう待って、村人めっちゃ大人になってる。まあそれはね、知らない間に子供は大人に当て前になるものよ早いのよ。まるで親みたいな言動確かになったこともないのに。いや、ちょっとペントおじさん、はい、
職業つけさせてあげてくれ。職業をつけさせる。オッケー。お、お、あれはアッターエンドシップ1個。ナイスです。ドン。どうかな。はい、1個ありました。やったー。さすが園長くん。よしよしよし。ってことは最初から園長に頼んでればもうここで終わってたということそういうことや悲しすぎる。しかも修繕付きのがちゃんと残ってたっていうそういうことです。さあ、矢細工台2個、初見台2個持ってきたからおいくつを設置だ。はい、きた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 。ヤシ誕生。きたか。そして初見台せい、師匠誕生。よしよしよし。こいつら成長させないとあれだよね、修繕かどうか分かんないんだよね。あー、まあそうだね。修繕に関しては。オーケーオーケー。よし、これで棒でまたエメラルドが手に入れられるようになったぞ。でかい。ナイスナイス。でかいでかいでかい。お、あ、またあった。来た。ナイス。店長くん。ナイス。よし、エリトラ2個ゲッチュ。買います。ナイス。ありがとう。頼む。ちなみにゴッドテーブルのあの、はい、出番はありました。あ、ありましたよこれねえな絶対絶対忘れてたな完全にこの感じはい、エリトラ支給です。やったー。よしよしよしありがとうございます。はい、大切にします。ありがとうございます。もうなくすなよ。もうなくすんじゃねえぞお前ら。俺のパンプキンパイです。俺のゴッドテーブルいらねえいらねえんだよ、ゴミでゴミ次回なくなるんだよ羊間ぐるぐる機械はどこに作ろうかな。確かに場所ね、場所意外とないんだよな。まあペントの家の前とか。え、まあいいけど鳴き声がここに作るのもいいんじゃない。あ、確かに実際この辺はありだな。なるほど。オッケー、土置いた。ナイスです。ね、ちょっと一旦園長羊連れてきてほしい。オッケー。はい、いいよいいよ。はい、こっち来て。いいぞいいぞ。お前らは今から裸になるんだいいな完全にヤバい人に連れてかれてる。はい、連れてきた。ナイスです。来た来た来た。あ、ミスった。こんな道路のすぐ近くに作っちゃったから、あの、ここレッドストーンが通りますおいおいおい、見えちゃう。そういうのが見栄えが、見栄え、何のためにここ4つブロックも余ってんだよ反対側本当だ、めっちゃ余ってるここ狭い。悲しいなこの空間。一部だけガラスになってる。そうなるほど。結構コスパいいでしょ、その必要な部分だけガラスっていうなるほど見える部分だけな、うん、そう。結局世の中無駄がたくさんあるからね、そういう無駄を排除していきます。これ美術さんの発想よ。俺も犬たぬきもこういうところ、こういうところ。あ、回ってる回ってる回ってるぞ。いいよいいよ。いいぞ。で、あとは刈り取る仕組み、どうこれで。ほ、どうだ。ハサミ入ってないよねまだ。あ、入ってねえわじゃあ入れます。はいはい、ドン。お、来た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 か来たか。ちょっと詰まってんな。迷える子羊。そう、子羊がいると止まっちゃうかもしれないな。オッケー、ワンパン入れた。オッケーオッケー。あ、来た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 。なるほどね、それ塞ぐと。そう、これでジャンプを許すまじ。ジャンプ禁止か。ジャンプ禁止。あ、いいよ、来てる来てる、ちゃんと来てる。オッケー、羊毛14個。あ、めっちゃ便利来た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 。これは進化だわ。今日の夜ご飯ジンギスカンにしようかないや、めちゃくちゃサイコパスだなこの映像見てよく言うなお腹空いたんだよなこんなに可愛い映像見てるのによし、これでひとまずあとは増やせば機能するはず。完成。オーケー、やったぞ。
いやすごい進捗だね今日は。エリトラもゲットしたし。おお、そうだね、エリトラもゲットしたし、全部俺のおかげだけどね。だからね、エリトラロストしたこと忘れかけてたわ。プラマイゼロ。確かに思い出して悲しくなってきた。なんならエリトラに関しては若干の対価、修繕ないから。若干、若干、割と対価。完全に忘れてたけど、ここだいぶ緑になりました。あ、それ。あ、こいつ完全忘れてた。あ、いいね。これすごい。いいね。すごい。あ、これで目に優しそう。視聴団、視聴者の視力も 6.0 だね。これは 6.0 間違いなしですね、これ。あ、なるかい。6.0 は。そのうち本当に氷なくなりそう。ここにした意味。もうグリーンアイランドにしようぜ。グリーンアイランド。そうしようか。アイスアイランドから。アイランドで変えてこ。